美人すぎるスケート選手、スピードスケート、サスキアルサル、最強伝説。エストニアのスピードスケート選手として活躍したサスキアルサル選手。1994年4月14日生まれ、176センチメートル、64キログラム。ピョンチャンオリンピックの開会式で、美人すぎる騎手、として話題になった、強さと美貌を兼ね備えた選手です。12歳の頃にスピードスケートを始めたそうです。スピードスケートは全身を使って進む競技ですので手足が長いと有利とも言われていて、サスキアルサル選手のスタイルはまさにぴったり。16歳の頃にはエストニアからドイツに拠点を移し、練習に励みました。エストニアのスピードスケート種目で初の女子選手となりました。2018年、ピョンチャンオリンピックに出場。開会式で旗手を務め、真っ白な帽子とコートに身を包んで闊歩する姿が国際映像に映ると、美しすぎる、と大きな話題に。競技ではスピードスケートの新種目として導入された、マススタートに出場しました。マススタートとは大勢の選手が一斉にスタートし、400メートルのリンクを16周して争う競技です。序盤は単独トップで独走していたのですが、後半は集団に追い上げられ、結果は4位。2018年は母国エストニアでアスリートオブザイヤーを受賞。その後は2022年の北京オリンピック出場に向けてトレーニングを積んでいました。しかしプライベートを大事にしたい、身体的ストレスに対処できなくなったとの理由で、2021年惜しまれながらも競技生活を終えることになりました。現在は、エストニアのタルク大学で美学療法を研究し、またそのコーチングの卒業証書を取得し、美学療法の道へ進んでいるそうです。サスキアルサルさん、まさに伝説の選手です。